はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、見ましたか？オールスター感謝祭。見てないんだ。何ですか？オールスター感謝祭で村井優ちゃんが走ってたの見ましたか？見てないです。走ったの。いつでした？赤坂ミニマラソン。最高でした。ちゃんと見てる。いや、連絡したの。あ、したんですか？推しだからと思って。頑張ってました。頑張ってた。決してもう1位ではないんだよ。もうそのさ、その誰とは言えないけど、その目立つためだけにさ、スタートダッシュだけ1位でバーって走る人とかもいるじゃん。はいはいはい。そんなんじゃなく、淡々とね、ちゃんと完走したらしいですよ。完走したんだ。ちゃんとブログで書いてありますよ。本当欲しい。だから僕らもこれを映像見てね、ちゃんと感想言いましょうか。はい、さあ、始まりました。今何噛み締めたの？いや、先生どうしてあげるかみたいな。どう喋ろうかなみたいな。助けてあげようかなと思って。仕切り直しました。はい、ということで、もう承認欲求も発売されてだいぶ経過経ちました。で、承認欲求と守り人は見ましたよね。はい。で、もう一本実は MV 出てて、それ見るタイミングがなかったんで。なんだっけ？知らない。まだ知らない。知らないやつ。はい。なので、ちょっとそれを今日はまず見てみようかなと思っております。ちなみに承認欲求は、過去最大の売り上げということで。僕はだからね、車の中でずっとスタートオーバーを永遠リピートしてるんだけど、で、Amazon の、音楽のやつ入ってるんですよ。Amazon Music に、ランキングでずっと承認欲求が1位なんですよ。桜は、だからもうそれが流れてきちゃうけど、それでもスタートオーバー。それでも、どっちもいい曲。いや、いい曲なんですけど、でそのカップリング曲でタイトルが隙間風よという。隙間風よ、はい、隙間風に言ってんだ。そう、隙間風って隙間の風ですね。家とかに入ってくる。はいはいはい。まあ、それを何に例えたのかなとは思う。なるほど。ちょっとそれをですね、聞いてもらいたいです。はい。歌ってるのも全員ではないです。あ、出た。誰が歌ってるのか。ええー。誰がセンターなのか。頼むって。いや、承認欲求に選ばれてたかな。いいじゃない。では見てみましょう。はい、はい、どこ、バラバラだ衣装が。日本、結構いる。愛理ちゃん違う、奥の子。あ、奥奥見てるの、ボケてるところ、すごいね。センター分けだから、うわ、かっこいい。あの小ささは。へぇ、何これは。ススキ。ススキか。え、村井優ちゃんいなくない？3期生？え？これ一期二期全員曲ですね。ですよね。3期いない。な、すごいことしてない？なんか。なんかすごいこと、すごい場所でしてるんだけど。え？うわ。アジアンビューティー。え？猪木。
え、CG？ 実写です。実写、これあれですよね、シングル曲じゃないですよね。シングル曲じゃないですよ、カップリングですよ。頭おかしいんじゃん。しかもこの何発も取れないでしょ、こんな。はい、です。やばくない？暑そう。はいだ。セリフあるのいいですね、曲の中に。あー、なるほどね。おいくらですか？何を買おうとするのかわからないけれども、このセット。セット。どうなんでしょうね。あの燃やしてるのはでも一発撮りだったらしいです。一発。いやですよね。だから思ったんですよ、その。そう、何回も立て替えてやることができないので、ね、燃えてる感じ見たら、うん、もう一発目じゃないと。そうですですです。上まで燃えてないもんな。だから。本当に一気に撮ったみたいです、あそこだけ。誰ですか、その炎の前で撮ったらあんな影っぽくなっていい感じになるって思いついた人。知らない、もう監督さんだと思う。誰すごいですよね。すごすぎる。いや、正直カップリングのエネルギーじゃないじゃないですか。で、あの白いね、ああいうのでこう。で、場所もこれ、群馬県かな。日本のけなし峠っていう峠が群馬と長野の教会にあるらしいんですけど、そこでロケ撮影。行きたい。行きたいですよね。行けるんですか。行きます行きます。普通に行きます。すごいこの場所。ただ雪降り出すと思うんで。なるほどなるほど。またね、春になってから行かれるのがいいかもしれないですけど。まあだから映像の演出素晴らしさとともに、また歌詞ですね。そうですね、今回のはちょっとこのこれは何を比喩してるのか。ただ僕らからすると多分だけどこれ欅なんだよねっていう。まずこの主人公が僕っていう品種を使ってるところが本当だ出た。あのやっぱり欅だよねっていうところと、結構歌詞の中で今までその欅で歌ってた歌詞の逆みたいなところ結構出てきてて、なんかそういうのもこう感じられるというか。で、要は隙間風は、はい、まあなんだろう、自分の、まあ、今までちゃんとして生きてきたけれど、その中でもぽっかり開いた穴じゃないけど、ちょっとした傷が、そうですね、まあ、隙間だと。そうですね、そこに入ってくる風、うん、ようってことですよ ね。 そうですね。なるほど。だからこうなんかこう傷つきながら前に進んでるアイドルらしい曲というか、なんかこういろんな経験がふと振り返ってみたときに辛かった思い出とかをなんかこの隙間風が埋めてるような、なんかそういう印象があるのかな。だから、まあ、今ずっと3期生がやっぱりこうね、はいはい、フォーカスされてるだけに、うん、この1期生2期生という欅を経験してきた彼女たちの曲としてこれがあるっていうのが非常に意味深いのかなと。いや、最初の歌詞でその雲一つない青空なんて、うん、残酷じゃないかって言って、はい、後ろの青空綺麗にちょっと雲がある状態じゃないですか、はい、誰っすか。マジであれ用意されあったのかなと思うぐらい、黒沢映画かなと思うぐらいの待ち方、ね、それがこっちからしたら完璧であって、完璧であって、なんかくしくもなんですけど、うん、まあもしかしたら合成してる可能性もないとは言えないですけど、まあまあまあね、空はね、最悪できるので、空ぐらいはね、なんかちょっとあのあいみょんの、はい、なんだっけな、あいがなんとかっていう曲、なんか忘れたけど、ありますね、完璧なあな、完璧な人が好きだっていうあなたが言って、なんかそれを聞いてちょっと寂しくなったみたいな歌詞ちょっとなんて出てきたな。だから理想が序盤、理想を否定していく歌詞なんですよね。なんかこう夢とか希望とかを否定しながらこう歌詞が進んでいく。だから本当に欅坂というグループ、桜坂というグループがリアルを語るってよく言われる理由は、まさにこの真骨頂なんじゃないかなとは思いましたね。あとはこのビンタの意味、うん、うん、本当ですね。あのちゃんと当ててるらしいです。当てなくていい。いや、ガチ当てしてやったらしいです、ちゃんと。一番最初叩いてたのが羽生さん、羽生さんですよね、はい、で1期生同士なんですよね、今回センター小林さんなんですよ。
で小林さんって今回実を言うと欅から数えても初めてのセンターなんですよ。あ、そうなんだ。代理のセンターはこれまでいくつかあったんですけど、はいはいはい、センターとして初めて。へえ。その子がこの曲っていうところが、いや、もうね、いやだから最初の羽生さんの時点でやっぱどうしてもビンタって言ったらね、そのカツを入れるの、はい、まあ、で羽生さんいなくなっちゃうからとか考えちゃったな。でもあの痛がらないんですよね全員、うん、なんかそれが意味があるらしくて。いやだから、うん、猪木の闘魂中にと一緒で、いやしっかりせいで歯食いしばるわけでも何でもない、無感情っていうところがキーみたいなんですよ。猪木のやつはビンタ叩いてありがとうございます、ありがとうございますで、ありがとうではないってことですよ。叩いてくれてありがとうではない。なんで叩いたの、いや分からないです。それ何を比喩してるのか僕もまだ分かってないです。なんで無感情なんだろう、なんで叩いて、叩かれたのになんで痛からない、まあ痛みはそこじゃない的な、多分そういうことなんだと思うんですよね。その、もしかしたらそのアイドルが受ける誹謗中傷とかの比喩なのかなとかも思ったりしたんですけど、要するに何されてももうその叩かれるって、あなんか それかなって僕はちょっと思ったりもしたんですけどね。なるほどね、うん、僕の中では今のところその解釈で止まってるんですけど、これむずいな。あの竹本結衣ちゃんとかがあの板と板の間で隙間っぽいところで、はいはいはい、あれだったら分かりやすいなと思ったんですけど、そこまでいくと。だから僕の中でこの、ま、あの白いのがお墓に見えるんですよ。で、鼻をくべてるんですよね。全然考えてなかった。なんか僕はそういうことなのかな。ドライフラワー素敵って思った。だから、欅として墓に眠ってる自分たちに喧嘩してる。なるほど。っていうのが僕の中で一つあるんですよ。それ、じゃないですか。いや、わかんないです。これはもう完全な僕の勝手な考察なんで。でもそう思ったんだ。もうなんかお墓みたいだなって、うん、それこそ今日そうか、そう行ってきたから、うん、帰りだもんね、うん、だからこんなちゃんとした格好だ。どこがだよ。あ、やばいやばいやばい、ちょっと立ってみろよ。若前どういう格好で行ってんだよ。若前夏に行ったら絶対蚊に刺される。いやそういう問題じゃないんで、まあ、一応黒だからいいのかもしれないけど確かに。なるほどな。なんか僕だからそれで最後火であの櫓があったじゃないですか、燃えてる櫓、あれがですねラストシングルっていうより誰がその鐘を鳴らすのかのセットにそっくりなんですよ。その欅の最後の曲、それ見ないとじゃん。そうですね。もんじゃもうあれ見たら僕は泣いちゃう。あだから悔しいのがその欅時代の歴史を、うん、まあ、紡いでる作品ってなったら僕ら1ミリも分かんないじゃないですか。そうですね、うん、だから関係性とかそういうのも、ね、そうそうそう、ただひたすらに3期生を探してたもんね。そう最初ね。いやもうそれが普通だと思う。だからこれは本当に欅とセットで見るのが本当は一番面白いのかなと思うし、逆にこれを分かんないから欅を見に行く人も増えていってもらえたらいいかなと、はい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 、ちょっと思ったりはしますけどね、うん。で、満を持しての小林ちゃんってことですよね。満を持してなんだね。すげえ。いや、でもちょっと久しぶりになんか考えさせられましたね、いろいろと。この、まあ、その壮大な風景と、歌詞の重みと、いろんなものが重なってる感じが。本当。まあ、今回本当に、まあ、承認欲求もそうですけど、守り人もそうだけど、なんかこう重なってるというか、いろんなものがこう交差して一個の作品が一つずつできてるので、なんかすごく深みのある曲が出来上がってるなっていう印象は、まあ、だからこそその3期生も入ってきて桜としての転換期的な感じなんですかね。そうですね、厚みも出てきて世代の幅も広がって、あ、まあ、それでもすごいですね。やっぱすごいと思います。流しておきましょう。独特ですよ ね、 なんかね、荒野のなんか枯れてる世界観っていうのが一つあるみたいですね。なるほど、うん、この花もドライフラワーで枯れてるので、素
素敵でしたけどね、これね。これすごいですよね。これすごい。これいくらすんの？ドライフラワーの方が高いからね。いや、まあ本当ですよね。絶対そうだと思う。すごいよね。このフォーメーションに意味とかもあったんですかね。歩いてる順番は意味あるでしょうね。そらそっか。ここ1期生ですもんね。あ、そっかそっか。3人。この場所、前に見たバディーズザ…ノーバディーズフォールとかね。あ、に似てますね。あの、なんだっけ、佐渡島の坂の、あの雰囲気に似てるんだよね。はいはいはい。はいはいはい。それはね、すごく僕も思った。ですよね。鈴木持ってたし。ここね。ここ。この、なんか…祈りみたいなところもあるから、はい、今までの自分って言ってるし、なんかね、その感覚は僕の中にはある。え、そこもすごいね。そこからいつの間にだいぶ成長してる。本当に確かになんか自分でも気づかないぐらい。最初口開けてポカンと。本当にそうなん。なんか桜坂のおかげでエリナ様が成長してる。もう本当に感性が確かに感性豊かになる。なってるね。考える習慣はできますね。まあ確かにね。曲聴くたびに、その意味が何なんだろうとか、そうそう、この映像の意味なんだろうを考える習慣はできるんですよ、桜坂見てると。意外とここまでね、MV に意味込めるアーティストって、いなかったりしますもんね。もちろん、ね、コンセプトあるけど。コンセプトとかね、その楽しく明るくっていうのが全然ありなんですけど、なんかバックボーンがあったりとか、そうそうそう、伏線があったりとかっていうのが多いので、これ、おもの服装も違うじゃないですか、今回は。何割あるんだろう、何か意味あるのかな。だから、なんかね、この衣装のね、雰囲気とかもね。でも、谷口愛理ちゃんいなかったんだね。いなかった。悲しい。まあ、確かに、でもよく考えてみれば、守り人と承認やけどっちもですよ。そう考えたらなんか腹立つな。本当に。それブレイユーザーも一緒ですよ。まあ、そうですよ。でもこっちサイドはそんなこと言わないから。なんか裏切られた。ちなみにこれ、まあ、今回3曲、はい、ミュージックビデオがあって、はい、プラス4曲ミュージックビデオなしの楽曲も、はい、同時に収録されてる。またこれもね、結構いろんな曲が入ってる。おあの、ぜひ。ぜひ弾いてみてください。はい、はい、いや、久しぶりになんかね、考える MV が来たかなっていう感じですね。かっこいいだけじゃないそう、かわいいだけじゃないだけじゃない、ね、確かにいいですよね、こういうのやってくれると本当ファン冥利に尽きるというか、これかっこいい、すごいよな、かっこいいな、シルエットだけでここまで表現できるね。えマイケル・ジャクソンのビリジン以来じゃない？いや、本当にこんな陰でいけんの。確かに。ずっと見てられます。はい。まあ、桜坂のビデオはそれだけすごいってことで。うん、実はあと6曲残ってるんですよ。6曲。見てないの。でももうあと6曲。6曲しかないんで。なるほど。何を見たいかまた考えながら見てますけど。はい。ひとまず、はい。隙間風よ。また繰り返し見てみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。